はい。えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、パーフェクトローラー講座、えー、託線えー、宅位戦、えと会社報道商法の第1回目、前半の講義、担当根本の方で始めてまいります。えー、こちらの方、冊子の方では、まず、普通の、えー、とテキスト冊子、あと、版書が毎回出ます。こちらの方、用意をお願いいたします。もし、版書、生クラの方、お手元にない方、入り口のところにありますので、お取りください。ちょっとまずは、版書の方、開けてやってください。2ページの一番上です。 えー、近年の傾向と書いてあるところがありますそこをちょっと見ていきましょうか近年の傾向の変化としてはいくつかありましてまず一つ目判例がちょこちょこ出ているというところですただこれ積極的に自分から学習するというよりも登錬なり講義で出てきたものだけ抑えていくという消極的な学習をお勧めします そして次が2番目、26年改正。改正法をとにかく聞いてくるという傾向が強いです。そして3、でも、商法に至っては、もうこれは学習してないだろうというところばっかりついてきます。密室のところばっかりついてくるんですよ。なので、やっぱりこれの対策をした方がいいと思います。 で、米印なんですが、ここ要注意お願いします。会社法って、過去問の自由度が低い。で、低い理由っていうのは、網羅されてないってもそうなんだけど、それ以上にあるのが、難問が繰り返されないんですよ。なんだこの問題っていうのたまにあるんです。過去問で。で、それ一生懸命勉強しても、繰り返されないんですよ。で、テキストには、難問だろうが何だろうが一応テキストに入れております。ただ、ここは難問だよということは指摘しますので、 そのあたりは本当にメリハリはしっかりつけてください。次、復習の仕方。1、進んだページまで全部読むと。私が触れている触れてないかかわらず全部読む。で、2ページごと新しく知った情報を振り返る。このページ、2ページで新しく知った情報は何だろうと。 ってことを次のページに行く前に一旦立ち止まる。新しく知ったことを一旦立ち止まって思い出すと。これで一回アウトプットになります。この振り返るっていう作業は絶対入れてください。で、米印。ハイレベルと入れてるところ。また、あと判例は後回しにしてください。ハ,あのハイレベルと、あとに、あと言いますか判例。 というのはね、あった場合、それも後回しにしてください。講義中に触れた時にはね、あの、後つけておいてって言いますので、それ以外は判例は後回しにしてください。次。に1の作業中、暗記のマークがついているものについて暗記作業、丸抜がついている図表につき、確認作業をしていく。会社後で、ね、えっと、民法でも同じことを言いましたが、もう一回言わせてください。 例えばテキスト22、23なんかを開けてください。え図表にはたまに後ろの方に四角枠で暗記というマークを入れているところがあります。で、この暗記というマークを入れていたものに関しては隠して宣言する作業、隠して宣言する作業を入れてください。具体的にはこんな感じですよ。 こんな風に隠して、一個一個宣言するという作業を入れてください。これが暗記となった時のやってほしい作業です。また、このページの方は、例えば上の方に丸×がついているところもありますよね。丸×。こういった丸とか×とか。この表もあるし、こういうところもあるし。で、この丸×とついているものがあれば、もうこれも積極的に丸×の結論の確認は してていいってくださいで民法の時も言ったんですが特にこの会社法についてはこの暗記作業をどれだけやるかで変わります。であの、ね、これもう勉強の仕方をね変えてほしいのが普通の勉強っていうのは内容が分かる内容を理解するそして記憶につながると。 内容を分かって理解して記憶につながるというやり方を取っていると思うんですが、こと会社法ではこれは無理です。やってることが分かったら、まずは暗記するんです。暗記するんです。で、暗記の量が増えると理解ができます。暗記の量が増えると理解ができます。理解して暗記するっていう作業はこの科目できませんし、おすすめしません。これ強く、強く言っておきます。 会社方が苦手な人、もう大抵に要求される、するのは、暗記作業をやってないんです。やりたくないから。この科目で暗記作業をやりたくないは、イコール、受かりたくないと同じ意味です。いや、僕は理解。だから、そういうの甘えっていうの。<laughs> というふうにかくに一回ね、覚えちゃうと、なんでこれこうなるんだろうっていうね、だん,だん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 ね、違いがね、気になってくるんですよ。で、そうするとまたね、理解が深まってくるんです。覚える量で全然違ってきますので、特にここは強く暗記作業をやってください。 で、えっと、その下なんですが、丸3番か。えっとね、丸2番で1の作業中に暗記作業や丸ツの確認をすると言ったと思います。で、丸3番。これとは全く別個に、2回目、3回目の復習作業で、暗記作業だけ、丸ツの確認だけをまた1週間に1回、もしくは2回やってください。会社法民法は1週間に1回ずつの講義です。 なんで次の週まで1回、復習1回プラス暗記作業、丸伐の確認作業は最低1回は入れてください。で最後、問題演習と,というふうに入れましたがえこちら問題演習として、まあ、一応、まあ、どうしても過去問を解きたいという方のために一応毎回、板書の冒頭の方に入れておきます。こののページ一番下の方に、ね、過去問で、まあ この辺り、まあ、第一級の知識だったら、この辺りの囲みの中どうですかと。あくまでも知識を網羅させるっていうよりも、どうしてもアウトプットしないとダメだという方のために、いくつか問題は毎回ピックアップしておきます。で、一応私はどうしても暗記作業をしろと強く強く言うんですが、もうそれでもね、もう演習がしたい。もう演習しないと死んでしまうという方はね、毎年一定程度います。まあ、死んでしまえばいい。とは言いません。さすがに言いません。で、あの、その方のためにちょっとお勧めするのがありまして、 それがあのこちら会計士の問題集なんですが一問一答問題集という会計士の問題集があります。でこちらの方があのが、ね、問題演習というね書士の司法書士試験の対策としての問題演習としては若干弱いんですが知識を網羅させる知識の確認としてはかなり使える問題集です。あのどういうういいことかっていうとか まず、ね、初始試験では聞かれないようなことを普通に聞いてくるんですよ例えばこちら、えっと、問題の9株主名簿は常にこれを本当に備えをかなければならないとうん <laughs> うんまず初始試験でこんな一行問題なんてないですよねでこういうふうな基本本当にオーソドックスな基本的なところっていうのを一行一行で聞いてくるっていうので知識をザザッと確認するのには かなり使える問題だと思いますただあの文書が短いので正直言うと書士試験みたいな縛りが甘いのでこれ正確にこれ正だけど謝りても言い切れませんかねとっていうのはどうしても出ますそれはもう覚悟してくださいなんで知識のねもうかザザッと確認するっていう作業では使えるんじゃないかと思いますレックの今渋谷駅方向に来られている方は多分あの受付あたりのとこにもまたありますのでもしよかったら見てやってください よしではこれぐらいにしましてじゃあ講義の方に入っていきましょうテキストの方でいうとページの方はちょっとめくっていくと6ページ以降ちょっとこれは軽めに構いません6ページからは、えっと、定義会社法のねいろいろ載ってる定義がまとまっています で、おいおい、この定義のところは使われるところを抜粋して使っていきますので、ちょっと今のところ、今日はここは外しておきましょう。11ページまで行きまして。えー、本日は土定番の論点から説明を始めていきます。株式会社の設立から始めていきましょう。えー、まず一番下を見てください。株式会社の設立手続きと書いてある星印のところです。設立手続きは大雑把に言うと4段階を踏みます。 一番左。定款を作成。え、根本のルールを作る。ルールを作ってから次。出資の履行。お金を集める。ルールを作る。お金を集める。そして次。機関の設置。運用する役員を決める。そして最後、設立登記。ここで効力が出ると。ルールを決めて、お金を集めて、 運用する役員を決めて登記をすると。これが大雑把な設立手続きの流れです。ただ、この設立手続きの流れに、チェックがいろいろ、チェックが3つ入ってきます。ちゃんとやってるかのチェックが3つ入ってきます。ページをめくってください。 これが条文上の手続きを図式化したものです。チェックが入るところ、3箇所見ていきましょうか。まず一番上。定款作成の後、認証のとこです。認証。4段目。変態設置事故における検査薬の調査。検査薬の調査。ここも第3者のチェックです。そして下、下から3段目、もしくは下から2段目。 設立に取締役よにう、設立に関する事項の調査。いわゆる設立調査です。この3つのチェックが入ってくると。もしよかったら後で確認して、持ち分の設立ってこのチェックあったかなってこと。持ち分の設立、チェックは入ったかなってことね。株式会社はいろんな方が利害に入ってきます。 ちゃんとした設立をやっているかのチェックが3つ入ってくるとはいこれぐらいにしましょうかねではざっくりで構いません 発起設立の一番最後、募集設立の一番最後、設立登記の前の手続きは何になってます発起設立は設立調査です。募集設立は、創立総会ですよね。これ、商業登記の年月日、発起設立の手続き終了、年月日、募集設立の手続き終了、基本、 手続き終了日は原則、左は設立調査時、募集の方は総立総会終結日になります。例外は多少ありますが、まず原則だけで言えば、設立調査、総立総会終結日になります。 じゃあこれぐらいにしましょうかねちょっとかよしじゃあこのまま右のページに行きましょう一、発起人説明、えー、日続きこの主催者これが発起人なんですが発起人の定義って大丈夫ですか 一番上の意義を見てください。株式会社の設立受給を行うものとし、定款に署名または記名を応印したもの。ここです、後ろ。定款に署名を応印した人を発金と言うんです。設立手続きを行っている人を発金と呼ぶじゃありません。署名を応印した人を発金と言います。下の以下のってところから3行を見てやってください。 設立手続きを取っている人を発禁というわけじゃありません。署名応印した人を発禁というんです。で、これが何に絡んでくるかっていうと、責任の論点がきく、責任の論点とリンクします。ちょっとページ先に飛んでもらっていい ?32 ページの下4行、32ページの下5行かな見てください。 議事発起人という字、議事発起人という字、見つかるでしょうか。で、ちょっとこの席の内容を一つ紹介させてからお願いさせていただな。えっと、こちら上の方に表があるんだけど、表の一番下。会社不成立の場合の責任。会社が成立しなかったとき、発起人が責任を取ると書いてます。これ、具体的には、出資金の返還です。出資金の返還です。 成立しなかったら出資金を返還してもらうと。で、出資金を預かっているのは、これは発起人です。発起人が預かっているので、発起人が責任を取らされます。はい。というところで、こちら下の文章をちょっと読む前にちょっとやらせてください。 へえ、会社設立するんだ。どういう会社根本商事。うさんくせえ名前だなうん、これ投資してくれ。そんなに誰が投資するんだよ。次のページ。私も応援します。ビル・ゲイツ。嘘嘘えビ、ビ、ビル・ゲイツ何かあっても安心です。ビル・ゲイツ。嘘嘘嘘嘘ああ、本人の社名だ、これこれ、かなり安心して払えませんかでも、後々ね、設立しなかったんです。 で後で定価見せてもらったんですよ、ビル・ゲイツなんて署名されなかったんですよ、下の4行かな、読んでみてください、広告等という字がないでしょうか、広告等、参助する旨とかないでしょうか、広告等とか、参助する旨とかないでしょうか。 この広告に出てるとか、参助していれば、周りが発起人と信頼してしまう。周りが発起人と信頼してしまうので、責任を負わせる。発起人じゃないのに責任を負わせる。発起人じゃないのに責任を負わせると。 じゃあ、それぐらいにしましょうかね。じゃあ、一体でごめんなさい。13ページの方に戻ってください。一番下の図表6を見てください。発起人と設立値〇〇の業務範囲と。発起人、設立に関する事務、事項一本にして決定をし、執行する。設立値取締役。法律または定款に定めた事項。 のみ、のみ、行うことができる。で、この下のっている三つは、覚えることを強く推奨します。取締役というのは、設立後にお仕事する人なんです。設立後にお仕事するのは取締役なんです。立ち上げ時はお仕事は基本ないんですよ。立ち上げにお仕事三つしかない。で、この三つを覚えちゃえば、あとは北京の仕事って言い切れるんです。 この三つを覚えちゃえば、あとは全部発禁の仕事だと言い切れてるんです。丸一。設立取締役、括弧ストスによる設立手続きの法律、法令、定款違反等の有無の調査。いわゆる設立調査ってやつね。いわゆる設立調査ってことね。 二、設立代取、または設立代表執行役による、設立登記申請。これだけでもいいよ。設立登記の申請。丸三、設立代表取締役、設立地委員、設立執行役、設立代表執行役、選任、選定、解任、解職。まあ、あ代取と委員会関係ですね。代取と委員会関係を選ぶですよね。 大統領と委員会関係を選ぶということですよね。で、この3つ、今ちょっと空で言,えて言ってみてください。設立調査、登記申請、大統領を決める、委員を決める、執行役を決める、代表執行役を決める。問題です。本店の具体的所在場所は誰が決める 発金でいいよね株主名簿管理人は誰が決める発金でいいよね特別取締役を立ち上げ時から選ぶとしたらどこが決める特別取締役。思考はいらないよ !3 つに当たってないでしょ当たってなければ発金だよね それでいいんです。それをやっていれば、これ、下手な演習量が減るんですよ。記憶をしないで演習ばっかりと一個一個結論の覚えるんです。ちゃんと今のを覚えちゃえば、あとは全部発揮の仕事だと断言できるんです。 なんでこの三つ覚え意識戦覚えちゃってください。これ以外は全部ホッキーの仕事なんだと。よ<し>じゃあ。 あと全部発金の仕事だというのが分かった上でじゃあ、発起人はどうやって物事を決めるのかとそれが次のページの方でまとまっています一番上原則、発起の過半数によって決定する頭数過半数です一応、ヘリックスと言うと、ね、発起人は扱い組合です。 国い組合なので、頭数過半数で物事決めます。で例外、発起人代表の適宜の決定による決議はいらない、代表の一存でやっていい決議はいらない、代表の一存でやっていい。 2と3見て、見覚えないこれ、設立後もそうだよね。設立後も URL の決定は別に決議はいらないよね。なんで、1を意識して、1。あの、設立後って割り当て、決議がいる場合があるんですよ。 上渡制限株式出すときは、決議、割り当てが決議いるんですが、設立時は割り当て、一日決議不要です。設立時は割り当て、一日決議不要です。設立後であれば、上渡制限株式を出すときは、決議が必要ですが、設立段階は一律です。 なんでこの1番だけ意識し上で一1番だけね2と3は設立後で同じ知識え設立後の知識で使い回せるからねじゃあ次発禁の議決権の過半数によるものでもう1個発禁の議決権の3分の2以上の多数によるものとでこの議決権って絡んできた場合はこれ役員の選任です 議決権と出てきた場合は、役員の選任です。ちょっと聞いていいですかえっと、取締役って普通決議で選びますよね普通決議って決議要件どんな感じ過半数出席の過半数の賛成だよね過半数の賛成だよねその過半数出席だけ抜けて、過半数の賛成が来てるの 発揮の気欠権の過半数によるものっていうところね。普通決議のね、名残が残ってるんですよ。一つ聞いていい専人解任会員って全部普通決議だっけ関西役関係は特別決議だよね。特別決議は過半数出席の3分の2だよね。上から3段目。発揮の気欠権の3分の2以上の多数によるものと。これ、横見てください。監査役、 監査等委員って文言はないでしょうか特別決議の名残なのね特別決議の名残なのねよろしいでしょうか ってことで、あとは何かっていうと、一番下、北京の税の関与、税の同意がいりますよ、とっていうのが、そちらの方に1から8枚載っております。なんで、このあたりはね、あのー、刺されたくなければ、あの出るたんびにね、1個1個条文確認しましょう、とっていうのはね、刺されない方法です。で、刺される方法は、会社法の時はね、大体いい上に乗ってなければね、一番下です。うん。あの、会社法だった場合ね、この上、ここから上、ここから上にね、乗ってなければ大体一番下の税の同意です。大体いい税の同意だったら、だいたい当たります。 大体当たります。で、立ちがあるのはね、商業時なんですよ。<laughs> 商業投機で、例えば、本店所在場所とか、本店所在場所とか行った場合っていうのは、これ、ね、一番上の原則使うんです。一番上、一番上、一番上の原則。頭数過半数。頭数過半数。これ使うから立ちが悪いんですよ。ただ、そこってあんまり積極的に商業投機の卓一で、積極的に頭数の過半数である丸抜っていうのは、そんな出てくるもんじゃないんですね。 なんで、あの、もし、きあの一応、緊急避難として、会社法で知らないのき来たら、多分税の同意と。で、商業と来た時はね、ちょっと考えようと。もうそれぐらいしか言いようがないです。一応、まあ、刺されないことをもう一回できると、あの、一応、税の同意だったら、ここに確認してチェックした方がいいですよと。一応、それだけ言っておきます。一応、それだけ言っておきますが、あの、本当に分かんなかった場合ね、まあ、多分、会社法だったら、税の同意だろうな、っていうふうにやっちゃえば、ほとんど当たります。 で、ちょっとこのあたりは次の資料も絡むんですが、あの、全員の同意って絡んだところで、ちょっとまとめました。これ右のページに、設立時に全員の同意がいるものっていうのを全部入れました。設立時に全員の同意がいるものっていうのを全部入れました。ただ言ってもね、そんな怖くないから。怖くないから。あのね、上の方に1、2、3、4、5、6、7個あるけど、一番右。これ、北京ン全員とあって、これ左側の話なのね。北京ン全員のね。で、それ以外のものに、 発揮、設立株主全員。で、一番下。当該種類、え、種類の全員、え、種類、株主全員ってあるけど、これね、設立後の知識の使い回しです。設立後の知識の使い回しです。で、今聞いて、うっって思った方はね、ちょっと、まだ捨ていて。えっとね、下から四段目。創立総会、召集手続きを省略。召集手続きを省略。と株主総会。 全員の同意があれば省略できたよね。全員の同意があれば省略できたよね。二段目。次の段。七十三条。説明審ここだけでいいよ。取得条項。取得条項。取得条項は全員の同意だよね。じゃあ次の段。 ある種類の株式を取得条項。ここでいいよ。ある種類の株式を取得条項。これでもいけるでしょ。その場合はその種類の全員だよね。一番下が一番きついかな。ある種類のって一番下の段。これちょっと危なかったら今復習するの諦めて。 320の種類相関。322条の種類相関をやらないっていう決議。322条の種類相関をやらないっていう定款変更です。今ピンとこなかったらもう322条とかね、だけ残しといてください。ちょっと一番下はきつかったのかもしれないけど、それ以外の下4つっていうのは、みんな1回、2回絶対聞いたことがある話だと思うんですよ。 別にそれが設立時も同じですよっていうだけなんですね。はい。以上で、北京から絡んできた論点、ここまでにいたしましょう。じゃあ、ページは16ページ以降に行きます。ここからは、定款を作るという場面の話を見ていきます。定款です。定款を作って出身させて、期間を決めて設立登記。定款とこです。 こちら、各種会社の原始定款とありまして、一番上、作成者。株式会社は発起人。持ち分会社は、社員になろうとするものと書いてあります。持ち分は、これ、発起人制度がありません。社員が発起人の代わりに動きます。社員が発起の代わりに動きます。 じゃあ、二段目。絶対的記載事項。記録事項。書かないと無効だよと。書かないと無効だよと。で、あの、ぶっちゃけね、上三段は全部共通なんですよ。会社名。あ、じゃあ、目的ってあります。この目的。一応、学問的には、権利能力の範囲です。権利能力の範囲。称号、名前。 本店所所在地住所にあたるところですもうこれはどの法人でも,もう絶対的と思っておいていいでしょうだからここを無理に覚えなくていいからねこの3段は全て同じだからここは無理に覚えなくていいんだよちょっとだけ注意ねあのこの中の位置あごめんなさい本店所在地ってあるんだけどこれ日本の必要あったっけあの発起って日本人の必要ないよね大統領も日本人の必要ないよね本店所在地がハワイでいいんでしょうか 何絡んでくるかってね。民事訴訟の管轄です。中の位見てやって。本店主体地はハワイか。じゃあハワイにある日本の裁判所に訴えようと。そ、そそれどこねそれはどこハワイにある日本の裁判所にどこそれってことなので、これ裁判席との関係で、日本に必要、日本に住所がなくちゃいけないと。珍しいんですよ。 日本に住所がなくちゃいけないっていうね、珍しいパターンなので、意識するといいと思います。はい、じゃあ、ちょっと上の表に戻りましてね、えっとね、ちょっと先に持ち分の方を見せてられる持ち分のね、丸四番、合名合四合同、どれでもいい。 社員の氏名または名称及び住所と,と書いてあって、これ出資者全員が住所の名前に載るんですね。で、これ、株式でこれをね、絶対的記載事項にするとしたら、株主全員になっちゃいますね。そんなの定款に書いたら、これ、ラジが開かないのはわかるでしょう左側の5番を見てください。書くのは、株主じゃありません。発起人です。 発起人立ち上げ時の発起人だけ書けばいいと。比較で覚えてね、えご持ち分は社員なんだけど、株式は発起人でいいと。よし、じゃあそれでもう一個。えっとね。 持ち分の番号だと6番、どれでもいい。持ち分会社は出資者一人一人が何を出資するかを約束します。何を出資するかを約束します。株式ではこれやってたらやっぱりこれもキリがないわけよ。 意識してこれ覚えてください。丸四番。株式の4。設立に最初出される財産の価格、または最低額。最低額。これ。いくら集めると決めるか、いくら以上集めると決めるか。いくら集めると決めるか、いくら以上集めると決めるか。それでいいと。 いくら集めると決めるかいくら以上集めると決めるかとよろししいでしょうかね。えちなみに関係ないあのほとんど、えー、絡みませんが右の持ち分番号どれでもいいんだけど456のじゃあ5番にしようかどれでも結構です。 ま、責任について記載すると、責任についてどうするかを書いておくということでした。ちょっと細かくて、また後にまるんだけど、合名や合同は、合名や合同は、みんな無限、みんな有限なのは間違いないよね。でも、責任を覚悟させるために記載させます。責任を覚悟させるための記載です。 もうちょっとイメージ持たせると、みんな無限ですよと書いてある、そこに反抗をしていると。みんな無限ですよと書いてある、そこに反抗をさせる。これに実績あるんですよ。責任を覚悟させるための記載です。後にまた言いますが、登記事項は違うからね。登記事項は外部に見せる内容ね。登記事項は外部に見せる内容ね。ここは定款記載事項だからね。責任を覚悟させるために、 書いて反抗をさせるとはいありがとうございます。 なんで、こちらの方、えっ、ー、と、登記事項と違いますんで注意してください。じゃあ、えっ、ー、と、こちら株式会社のとこですが、番号、丸六番。発行可能株式総数。ちょっとこれからこの字は、可能数と呼んでいきます。可能数と呼んでいきます。 はい。で、ドキではありますが、これ、会社法の26条、会社法のあ27条の方、ぜひ後で見ておいてください。27条の方、ぜひ見てください。ド基礎ではありますが、今一度。今、画面に出します。え株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、または記録しなければならない。1号目的。2号 えー、称号。3号、本店在地4号、設立に関して出される財産の科学。または、再定約。5号、発金の氏名。または、名称。および、住所。と書いてあって、可能数が載ってないと。可能数は、記載しなければならないのとこに書いておりません。独素でありますが、可能数は、後々決めるで構わない。だったね。可能数は、後々決めるで構わないです。 中の3見てやってください。設立時にどれだけ変われるかわかりません。設立のタイミングでどれだけ株式が変われるかわかりません。なんか、なので、設立ギリギリで決めたいんですよ。設立時にどんだけ変われるかわからないんで、ギリギリで決めたいと。 ということで、ドキソ表を1個確認させてください。17ページ一番上。設立値における可能数の決定。決定すべき時期、変更可能な時期。会社設立値、登記申請の時まで、ここまで待ってあげますよ、と。で、この変え方、どう変えるかというと、左、右。 基本、腹筋全員の同意で構いません。比率を言うと、もともと定款に書く内容です。定款は腹筋の全員で作ってます。定款は腹筋の全員で作ってますから、変えるときも全員の同意です。変えるときも全員の同意です。 でちょっと細かく作業してもらっていいかな。えこれ今、税位の同意って書いてあって37条1項2項って書いてあるでしょ。税位の同意とかって37条1項2項ってあるでしょ。で、ちょっとページ戻れる。14ページの方。14ページ一番下。発金税の関与を要するもの。発金税の関与を要するもの。丸六番。 発起設備において、会社成立前に発行可能株式の定めを設け、また変更する定款変更、37条1項2項と書いてますよね。全員の同意がいるって分かったら、条文番号を根拠に、条文番号を手がかりに、このページの表で確認してってください。全員の同意がいると分かったら、条文の番号、それを元にね、この表に戻って、あ,あこれだな、ああ、これだな、というふうに確認してみてください。 はい、ありがとうございます。じゃあ、ページ、今一度17ページの方に戻りまして。17ページ、発起手続は全員の同意。で、募集の場合は、発起人全員の同意、総日総会決議と載ってますが、これはどっちでもいいじゃないからね。どっちでもいいじゃない。 ある時の境目で変わります。ある時を境目に変わります。中を見る前に考えてください。一般投資家が絡んでくると、創立総会です。一般投資家が絡んでくると、創立総会です。じゃあ、どこから絡んだと言っていいんだろう申し込んだ時か、払うタイミングか、さあ、どっちだ中の2を見てやってください。 払い込み均一が来れば払ってる可能性があります。払い込み均一が来ていれば払ってる可能性があります。もうこうなると一般投資家を無視できません。 こちらの方は本当に会社法だけなく商業登記も引っ掛けが多いところです。えっと、募集設立において可能数は、発期の全員の同意で絶対変えられる。罰×。発期の全員の同意で変えられない時期があるから×という形で、絶対全員の同意じゃないってこと。で、くどくなって申し訳ないんですが、暗記のマークがついてますよね。なので、隠して宣言するっていう作業をやっていってほしいんですね。 で確実宣言する作業をやっていればそれ十分アウトプットになるんですでは続いて今度は定款の絡み続きいきましょう括弧変態設立事項この変態設立事項というのは危険な約束と言われています危険な約束 ま、変態というところはその危険性を表すんでしょうか。よくわかりませんが。これね、立ち上げ時から赤字になる危険があるもの。立ち上げ、立ち上げ時から赤字になる危険があるものが下に載っているんですよ。下手に認めるとね、立ち上げ時から大赤字になると。例えば、一番下、設立費用。設立の経費を無制限に認めれば、 発金がパカスカパカスカ使って、立ち上げ時から大赤字になる可能性がある。下から二つ目。発金の報酬特別利益。あんまり区別しなくていいからね、この試験だと。報酬を無制限に認めちゃえば、これ、いきなり大赤字になる可能性がある。 で直接出ないけど、ちょっと意識してほしいのが、あ、まだ先、基本からいこうか。えっと、一番上、現物出資。まあ、これはまあイメージ通りですよね。で、上から2つ目の、財産引き受け。これ、何って言える引き受けることです。分かってねえな。これね、ページめくってもらってください。ページめくってもらって、中野さん。 財産引き受けの要点。一の意義。財産引き受け。け会社設立後に譲り受ける旨を、設立中に約すること。設立後に買うことを、設立中に約束すること。例えばね、あの、設立と手続き取ってる段階で、いい店舗のね、店舗になるいい土地があったと。 あ、この土地使ったらここいいんじゃないと、売り値だから、ちょうど今だったら買おうかと。設立手続き中に、これね、地買賠償をするとか、いう場合です。わーわー言わしてね。設立中に訳するって書いてあるでしょこれ誰がやるの訳するのはこれ、発金だね。これ、発金だね。設立後に結局買うのは、 会社だね。会社の取締役の方だね。ああ、ここですか。幼稚買収で。はい。あの、北京の根元という方が契約してきました。あ、そうなんですね。じゃあ今日引き受けに来ました。あ、じゃあすいません。お金払ってもらっていいですか。よーし、払おうかな。だいたいこれやったら3000万くらいだろう。契約書見せてください。あ、どうぞ契約書です。4、5000万。は はじゃないですよだって発起人の方がどうせ俺関係ねえしどんどんいいよ好きなんで、ね、買ってやろうとそんなこと言ったから45000万って言ったらあいいっすよって言ったんです。えわ<っ>かりますこの発起人がチャランポランな契約をして発起人がチャランポランな契約をして設立後の会社が大赤字になる危険があるんです。 発起人がめちゃくちゃな契約をして、設立後の会社が大赤字になる可能性があるんです。 設立中、設立中にね、発起人がめちゃくちゃな契約をしてしまう。で、設立後の会社がいきなり赤字になるということもあるので、これも危険な約束という部類にしています。 よし。じゃあちょっと戻りましょう。17ページ戻ってください。ちょっと早いかな。はい。で、この図表をいまいちを見ますと、えー、皆さん別に丸付けなきゃ構いません。この変態設立事項というのは、会社立ち上げ時から大赤字になる危険がある。ということで要件としては、基本、定款に記載を残せ。 証拠に残せ。そしてもう一つは、検査薬のチェックを入れろと。定款に証拠を残せ。そして、検査薬のチェックを入れろと。この二つが要件なわけです。ただ実は、この定款に記載するは、 絶対ではないんですよ。これ定款の記載ずっとしてみると、一個だけ、罰ってついてませんか設立費用。設立費用で一部罰があるんです。ページめくって中の5、斜め読みで結構です。 これ調べようと思えばいくらかって後で調べられます。人によって全然値段変わりません。確率的な数字です。確率的、調べりゃわかる。人によって変わらない。確率的、調べりゃわかる。誰がやっても変わらない。 しでちょっとここでまた学習的なポイントなんですがあのねこれ今載ってるのって結構細かいもの載ってるじゃないですかで載っててねそこに28条4号って書いたり思考規則って書いたりするでしょ結構面白いのがあの、ね、規則法務省令ってほとんど出ないんですよ規則法務省令ってほとんど出ないんです全く出ないとか言うとね単元株式数は出ます クラッそれは、ではも、夢が出ますでもね、実はそれ以外ってほとんどないんですよ。だから、勉強するときに、この根拠がしこあの、規則とかあった場合については、もうね、ちょっと無視をしてって読むといいと思うんです。じゃ、ここの今日いいと。書かないとね、抜けてるとかね、突っ込んでくる人がいる。<laughs> あの、指摘をされる方がね、かからいらっしゃるので、まあ、これはしょうがなく、いゃあ、じこれは記載をしてるんですけどね。学習としては、まず意識して覚えるのは、これ、条文、解釈になってるもの。 会社法に載ってるものをイメージ意識したほうがいい。で、施行規則に関しては、もうね、うよほど余裕がなければ飛ばした方がいいと思うんです。そこまでやって,ても、気にがないですから。で、個人的に思うのは、施行規則って、まあ、これ、法務省令とか、法務省が作れるから、まあ、ぶっちゃけ、出題者もね、作った後に法務省令変わったら嫌だと思うんです。一般の会社法って法律だから、そう簡単に変えられない。 こと考えたら作り手はやっぱりね、会社法を根拠にしたいと思うんですよ。よろしいでしょうかね。ちょっと今、これ画面の方に出しますと、えっとね、今の定款の認証手数料、定款の認証手数料っていうのが、 28条の4号の、ここに、定款認証手数料、うんぬんかんぬんを除くと、定款認証手数料、うんぬんかんぬんを除くって書いてあって、会社法に書いてあるんですね。このね、会社法に書いてあるものは、出題される可能性は高いので、規則とね、会社法があった場合は、ぜひね、会社法の根拠のものを意識して覚えていって。規則までやったら、キリがないから。 ありがとうございますじゃあちょっと前のページまた戻りましょうで定款に記載するかっていうと基本は記載するけど設立費用一部記載しなくていいというのが分かりました一方次検査薬検査薬の設調査というのは基本はいるけどいらないのが現物出資と財産引き受け この二つについては、いらないケースが三つあります。このうへ、三ついら,い,いらないケースの三つ。右の方に細かい字が載ってますが、まあ、これはいけますよね。少学財産だとか、市場価格から有価証券だとか、あと税理、あの、証明だとか、いうのが細かく載っております。まあ、このあたりはいけると思うんですが、二点ほど。一点目。現物出資。土地。 現物出資して何渡す株を払うよね株渡すね土地を出資してもらって株で株を渡すね財産引き受けの土地を金で買ってるんですよ伝わりますかね財産引き受けってのは設立中にお金で買いますよって契約をしてがら財産引き受けです 一方現物出資っていうのはこれは土地を出資してもらって株を渡すわけですやってることは土地を金で買うか土地を株で買うかの違いなんですよ物を金で買った場合が財産引き受けで物を金で買った場合が財産引き受けで物を株で買った場合が現物出資なんです 絶対じゃないのは100も承知ています。多分勉強するときにね、あの、土地を現物出資します。株をください。っていうふうに勉強するかもしれませんけど、むしろ逆です。土地が欲しい。金がない。株でどうですかと。土地が欲しい。金がない。株でどうですか車が欲しい。金がない。株でどうですかと。実はそっちが本音なんですよ。中小企業で普通にそうなんです。 あの社,長ね、社長さんが持ってる車をこれの会社の車にしたいとって言っても会社には金がないとだから現物種して形をとって現物種して形をとって株で車を買ったことにするんです。 はい。だから何が言いたいかって。だからこの二つだけ例外があるの。この二つが現物資材産引き受けが共通する例外があるんですよ。この二つやってることがほとんど変わらない。やってることがほとんど変わらないので、この二つだけが例外があるという風になってるのね。 ありがとうございます。じゃあこの例外の部分ちょっと細かく一点二点またつかせてください。でそのページめくりまして中の六定款に記載された価格が二千万の現物取引高土地多数定款に記載された価格が 400万の財産引き受け、お押す建物がある。高土地については、監査法人の証明、及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けている。だから、おつ、え、こちらの方。高土地については、検査薬の調査がいらないのは文句ないね。その下見てください。高土地検査薬の調査はいらない。一方、おす建物400万です。おす建物400万です。検査薬の調査が、必要です。 必要です。ちょっと下に米印があるんだけど、ごめん。前のページの表も使う、使おう。えっとね、例外のね、載っているところ。次のいずれに該当するものについて不要。丸一、現物出資について。定款に記載または記録された価格の総額が、 定管に記載または記録された総額だと言ってる。検査薬の調査がいるものの総額はとは書いてない。検査薬がいるものの総額はとは書いてないんです。定管に書いた金額の総額と言ってるの。定管に書いた金額の総額と言ってるんです。検査薬が必要な総額とは言ってないんですよ。 当てはめるよ。当てはめるよ。今の事例って、定款に書いたのは、2000万の建物と400万の土地だっけ総額すると、2400で500万超えちゃってんですよ。もうこの時点で、少額財産には絶対なんないんです。伝わったかな総額だっていう点と、記載した額だってことね。総額だっていう点と、記載した額だってことね。 この点に注意してください。総額と記載した額というとね一応その下、えっと、ね、中の6の下の方に米印で、ね、今言った理由付けに近いものを入れておきました見てやってくださいはいこれぐらいにしましょうかね え講義としては1時間25分で大休憩に入りますが1時間のとところろで小休憩を少し取ろうと思います1時間ごとに小休憩を取ろうと思います、まあ、あのトイレに行く時間とはないんですが首を回すなり足を曲げるなりなんかうまいストレッチをしてみてください。まあ、久々の講義でいきなりシャワーみたいにぶわーッと半身攻撃させればあーっとってなると思うんです。私やってますこれ この1回目は結構わざとね。やってます。あの多分設立だった知識はね。思い出すのはそんなに時間かかんないだろうとっ思いましたので、あえて皆さんがね。ちょっときついだろうというペースで話しております。あのー、まあ、いきなりだと久しぶりだから、頭は結構フル解説の時間かかると思いますので、まあ、ちょっと難しい論点になりました。少し緩急はつけますんでご安心ください。 はいではこれぐらいにしましてじゃあページの方は19ページの方をお願いしましょうか。 えっと、一番上に関連判例ってあります。で、この判例ってとこについては基本的にスルーしていってください。この判例って書いてあるものについては基本的にはスルーしていってください。当連などで出てきた時にチェックかけていくと。当連などで出てきた時にね、チェックをかけていくという形で勉強をしていってください。 で、検査薬の調査というところを見ていきますと、検査薬の調査が必要な場合、定管の変態接続事を定めた場合、現物収支別財産の危険の例外の場合を除く、もう一つ人、発起もう一つ時期、定管認証後、地対なく、ここまでしっかりと、定管認証後、地対なく、あの、定管作った段階で、危険なものがあるって分かったんです。 危険なものがあると分かったらすぐに行きなさいと。危険なものがあると分かったらすぐに行きなさいと。はい。じゃあ、上のもう一回、申し立て人見てください。申し立て人は、 取締役には絶対になりません。二つのアプローチで行きましょう。なぜ取締役にならないか。この時点でまず選ばれてない。認証後、誤知さなくでしょで、もう一個のアプローチ。もう一個のアプローチは、 取締役の仕事に入ってない取締役の仕事に入ってない取締役の仕事覚えておくと便利ですからねこれを覚えておくといろんなことで使えますからねでその下、裁判所の変更決定 裁判所は検査役の方向を受けた上で変態設定不当さみたいな時にはこれを変更する決定をしなければならない。まあ、ここは積極的に、これは暗記積極的にしなくていいです。あそういうことをするんだねってぐらいでいいです。で、その下、設備着工株式の引き受けの取り消しってとかって、一番下、いつまで、これを積極的に覚えて、このいつまでを積極的に覚えて。何かって言えば、単純に言えばね、 この出資だったら100万ぐらいしかなりませんよと。え ?1000 万じゃないんですかと ?100 万ぐらいしかできませんよと。だったらやめますまあ、逆ギレってんでしょうか。じゃあやめてやると。じゃあやめてやるっていうのがこの一人消しってやつなんです。で、これはいつまではもう覚えるしかない。1週間。じゃあ出資やめます。これは1週間と。 ということであのー、ちょっといろいろなことをやらせてくださいこれ定款と思ってください立ち上げ時ですお前もやるだろうんやる俺もやるよよし頑張ろうな頑張ろう頑張ろう二週間後百万だとやめてやるよ俺やめてやるもう立ち上げ終わりだバイバイこれあいつ名前書いてあるよなこれどうしよう 変えなきゃいけないってわかりますいろんなこと書いてるんですよ。あいつがこういうことを出資するとか、発起人はあいつだとかいろんなこと書いてるんです。変えなきゃいけないんですよ。これが一番下。定款変更。一人抜けることによって、いろんな定款変更はいります。一人抜けることによって、いろんな定款変更は必要になっちゃうんです。で、覚えてほしいのは、下から二段。下二段を覚えて。決議要件といつまで、 決議要件といつまでを覚えてんごめん。これもう一週間は覚えてくれ。もうこれしか言わない。で、こちら、全員の動いてあるでしょこれ、定款を作ったのは全員なんだから、定款変更もやっぱ全員です。定款を作ったのは全員なんだから、 定変更も全員です。で、ちょっとあのもう一回あのさっき言った作業やってもらっていい一番下、33条の9ってやつかな ?33 条の9って書いてあるよね。えっと、14ページの表、14ページの表。 北京税の関与を要するもの、その番号で言うと、番号が丸四番に同じ条文番号になりませんか丸四番に今言った条文番号載ってませんか条文番号をもとに税の同意だったら、税の同意だったら、条文番号をもとに確認していってください。 ということで、この19ページの表ですが、ちょっとごめんなさい。これ全部を暗記としてますが、積極的に暗記していってほしいのは、もう一手人、もう一手時期、いつまで、決議要件、いつまでと、この部分は積極的に暗記していってください。今チェックしたところは、積極的に暗記していってください。 よろししいでしょうかねじゃあ、ページの方は20ページの方にいきましょう。えー、今は定款の部分になります。図表13交渉による認証を受けた定款を変更することができる場合と書いてます。 で、あの、ドキソになりますが、基本、認証を受けた後は、定款は変えちゃいけないんです。認証を受けた後は、定款は変えちゃいけないんです。で、認証を取ることによって、もうね、その認証時の定款っていうのは、交渉役場に残ってます。認証時の定款残ってますから、それと内容を変えちゃいけないんですよ。なんで変えちゃいけないかっていうのは、 やっぱりねこそこそっと内容を変えられるとみんなは困っちゃうこそこそっと変えられるとみんなが困っちゃうじゃあどんな時変えていいのと。丸一番 変態設置事項について裁判所の変更決定があった場合いいと。これ定官変わってませんえ、はい、どういうことこれさ、はじめの認証と変わってるでしょはい。なんで変えたんですかふざけないでください。どういうことですか仕方ないだろうだって裁判所から決定出たんだからこれしょうがないよね裁判所から決定出たんだったら、これしょうがないんですよ。裁判所から決定出たんだったら、これしょうがないんですよ。 変えるなって言っても裁判所の決定なんだからこれ従うしかありません次「二発行可能株式数の定価の定名を設けまたは変更する場合ちょっと早いなよし可能数書こうかなうんでもいつかわからないあとでもいいのかよし会社法であとでいいって書いてある今君のやめとこう認証を取る んで勝手に内容を変えんのなんどういうことなんで認証書の内容を変えたのえでだって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 ,だってなんで変えたの許せない私は許せないんだ,だってだって会社法がやっていいって書いたんだもん会社法で可能数は後でいいって言ってんだもんとこれしょうがないよねこれもしこれダメって言ったらひどいよねあの可能数は後で変えていいよって言っときながらね後でって定価変更ダメだと いや、それ、後で変えていいって言った。お前、2万字だかと。いうことで、これは後で変えていいって言った以上、変えてもしょうがないよねってことです。<laughs> そして次、募集設立。上記1位の放か 総,理総会決議により定款の変更が可能これここそこそと変えててないってわかるみんなで決議多数決を取って堂々と変えてるんです。 であの、何度も駆動感なんて申し訳ないやっぱこれ覚えてくださいね変えられるケースちゃんと覚えてくださいそうしないと中の2に載ってる過去問の丸×を覚える羽目なんです中の2見てやってください これね、あのね、どういう時に定款変更ができるかっていうのを覚えておけば、それに当たらないからできないと。当たらないからできないって言えるんです。覚えてないと、この事例が罰なんだってことを覚えることなんです。これ結構無駄ですよ。 とといいううことでこでれぐらいにしましまょうかね以上で定款を作るという場面の話についてはここまでとしましょう右のページここから出資について見ていきます出資でちょっとまずざざざっと言ってきますので、えー、と今もし分からなければ場所画面のほうで見てってください 発起設立、縦にできます。発起人の全員の同意による設立発行株式に関する事項の決定三十二条一項とあります。まず、発起人が買う条件を決めます。発起人が買う条件を決めます。あの感覚でいうと、募集株式の募集事項の決定です。募集株式発行の募集事項の決定です。発起人が買う条件をまず決める。 でそのまま下に行きまして引き受け後地帯なく、えー、全額の払い込みまたは現物出資の全部の給付をするでポイントはここ地帯なくという点です地帯なく締め切りが決められません締め切りは決まってません発起人というのは仲間同士です仲間内ではいきなり締め切りを決めません 仲間内ではいきなり締め切りを決めません。伝えなくと言ったの、ちなくやりなさいというだけなんです。いや、伝えなくと言っても払わなかったらどうなるのっていうと、それが下2段。出資未利行者に対し、発起人は一定の期日までに履行すべき旨を、その期日の2週間前までに通知すると、連絡をしなさいねと。ラストチャンスみたいなもんです。で最後 キースまでに出資の履行しなかったものは執権するとラストチャンスを与えてやらなければ執権です一方ちょっと早いか右側いきましょう募集設立原則募集設立例外1段目 発起の全員による設立発行株式に関する事項の決定。二段目、発起の全員の動員による設立募集株式に関する事項の決定。一段目は、発起人が買う条件です。二段目は、一般投資家に売る条件です。一段目は、発起人が買う条件です。二段目は、一般投資家に売る条件です。二つ決めるんですよ。二つ。 確認ね。募集設立だったら、発起人は一株も買わなくていいんだっけ絶対一株買うんだよね。発起人は絶対一株以上買うんだよね。だから、発起人が買う条件はそれでそれで決めるのね。プラス、一般投資家が買う条件を別に決めるの。二つ決めるとこね。二つだからね。二つだからね。募集設立の場合は、買う条件を二回決めていくからね。二回。 結構ね、これ、どっちかだけでいいというふうに誤解してる人が多いんで注意してください。2回決めてる。2つ決めてるってことね。<laughs> ってことで、この上の段からは、あの、左側に逃がしてるの分かりますかねあの、一番の、発起人が買う条件を決めた場合の流れは、左。同じだね。発起設立の場合と同じなのね。一方、下の段。 募集設立あ、募集株式に関する事項の決定についてはまた別枠に下が載ってます。申し込みを使用するに対する通知、申し込み者から発金に対する申し込み者の交付、割当ての決定、あんまりこの辺り重要じゃないからちょっと飛ばすよ。ごめんね。で、全部ショートカットするのが右側、総数引き受け。け次、申し込み者が契約の相手は設立発行株式の引き受けになる。で、その下、やっと重要なとこ来た。発金が定めた。 払い込み期日。こっちは締め切りありです。一般投資家とは信頼関係がありません。一般投資家の方は信頼関係がないので、こっちは締め切りが決まってます。そしてここで払わないとどうなるかっていうのが一番下の段。 払わないと一発でアウトと払わないと一発でアウトになると。で同じことなんですが誤解されたくないんで繰り返させてくださいちょっと待とうか。 いけるかなよしじゃあね今のところちょっとねページの方は23ページの中の4って見てくれるでねこのね上枠恐怖で上枠」「発起設立」「募集設立」となってないからね。 発起人が買うときと、い、こちら、設立に募集株式の引き受け人が買う場合で分けてるのね。発起設立の場合は左だけ。募集だった場合は左と右両方あるからね。募集は左と右両方あるからね。で、これでく、呼び比べてみてね。 発起設立、募集設立と覚えちゃダメだからね。発起人が払う場合え、募集株式の引き受け人が払う場合と、そこで分けてくださいね。よし。じゃあ、左側のページの方をお願いしましょう。 えっとねちゃんとこれ場所の位置づけわからないとはまっちゃうんでやらせてください。えっと皆さんマークしなくていいかんね。画面の本のに32乗1項58条1項ってあるね。これ前のページのほうで言うと32乗1項58条1項2項になってるね。位置づけ分かったでしょうかこれで。 一番初めのは、えー、条件、買う条件、発起人が買う条件、一般投資家が買う条件、それを説明していきます。22ページの表を見ていきましょう。まずは左側、設立発行株式に関する事項の決定、一発起人が割り当てを受ける設立発行株式の口座儀式で、数、二一度控えにする金銭の 額これで記して額。3、設立後の株式の資本金、おび資本準備に関する事項。資本金だけでもいい。資本金だけでもいい。で、その下、定款、発起人全員の同意。どっちかと定款で決める。全員の同意で決めると。で、同じことを繰り返して申し訳ないんだけど、これでも強く言わせてください。このタイトルの、 設立発行株式に関する事項という言葉は知らんでいい。覚えてほしいのは、数と額と資本金は定款か税の同意で決める。数と額と資本金は定款か税の同意で決める。こういうふうに覚えてください。数と額と資本金は定款か税の同意で決める。こう覚えないと実践的じゃないんだ。 本試験の問題では、設立発行株式の事項は全員の同意で決める。そうは聞いたことは全くない。発金人が買う数は、発金の過半数で決める。罰×。全員の同意だとかね。資本金は定款で決めなければいけない。罰×。全員の同意でも決められるとか。数と額と資本金は、定款か全員の同意。こう覚えてください。 はい、じゃあ一方右側一般投資家の方ね1設印募集株式のもうこれでもいいよ数数2設印募集株式の払い込み金額額3設発行株え募集株式の比減する金誌の払い込み期日または期間ちょっとこれ意識して払い込み期日払込期日。あのさっきちょっと比較したよね 国旗人の方は地帯なくであっていきなり締め切りは決まってない募集,株式の方に募集株式の引き受け人の方はいきなり締め切りが決まってると仲間内は締め切り決めない仲間じゃない方はいきなり締め切り決めると締め切りの違いね で四は積極的に覚えなくて構わない、丸四は積極的には覚えなくていい、ちょっと軽く読んでみて9月10日まで設立登記がなければ設立は出資は取り消せます、9月10日までに登記が入らなければ出資は取り消せますと。 あのもし皆さんが、ね、募集株式の引き受け人募集設立の、ね、引き受け人になりませんかって言われたら、ね、まず断る、まず断るで何かというと、ねまあ、やっぱり怖いのはいくら払っても持ち逃げする危険なんですよ。でどうしてもねどうしてもやらなきゃいけないとってなった場合はこの丸四を決めてるかどうか見てください。いつまで登記が入らなかったら出資は取り返せますよと。 この胸があるかないか見てください。で、これはもしなかったとしたらこうなります。私が北京と思ってください。あ、いらっしゃいませ。あ、投資家の皆さんありがとうございます。百万ありがとうございます。え、設立登記ですかちょっとまだ腰が痛くてね。ちょっとまだ無理なんです。一ヶ月後。ちょっと今度ね、今日ね、足腰が痛いんですよ。で、一年後。いやー、手が痛くてねと。設立登記しないまま、ずる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 いがいいんですよ。 なんで万が一,万が一、ね、投資するようなことがあったらこの丸四番ね締め切りいつまでダメだったら取り消せるということは記載があるかどうか見た方がいいですここはもう軽い理解でいいから今で聞いてああそんなものかでぐらい,い,いです右の1 2三を積極的に覚えて数と額と払い込み期日数と額と払い込み期日そして決め方が若干違う見て次 定管が入ってないからねそして下の段発行条件の均等これ近年「商業登記で聞いてます米の2」を読んでみてください あ、いらっしゃいませ。あ、一般投資家の方。こんにちは。株を買いたいんですね。はい、あなたは5万円ですよ。うん、不細工だ。お前は10万だ。お前もっと不細工だ。お前は20万だ。もちろんダメ。もちろんダメ。なあ、みんなで出しちゃおうぜ。うん、そうしよう。俺5万、1株5万で買う。OK。僕、2万で買う。俺、不細工だから30万払う。 いいんです。仲間内なんですよ。左仲間内なんです。仲間内で、しかもみんなの同意取ってやってんの。仲間内でみんなの同意取ってやってるんだから、均等の必要なし。仲間内でみんなの同意を取ってやってるんだから、均等を取る必要はないと。 商業登記で近年出てますので意識して覚えておいてください。はいといったところでちょっと長引いてしまって申し訳ない、いっこんこ切りましょう10分の休憩に入ってください。